トラブルを乗り越える方法について今日はお伝えしたいと思います。こんにちは、三浦ひろきです。今日はですね、トラブルの回避方法についてね、お伝えをしていきたいと思うんですけれども、まあね、自分でこう起業していくとかね、副業をしていくっていうと、まあ、常にね、トラブルと、隣り合わせだというふうにですね、覚えておいてくださいね。もう次から次へとね、ステージが上がれば上がるほど、そのトラブルっていうのは大きくなってきますし、まあ、問題もね、すごく大きくなってくると。いうところなんですね。で、それは必ずですね、あります。まずあるってことをね、覚えておいてほしいんですけれども、でそれと向き合うことが非常に大切になってくるんですね。で、やっぱりうまくいかない人っていうのはそこから逃げてしまったりとか、自分でやっぱりね、責任を取らないとかね、ケツを拭かないみたいなね、やっぱそういった人は、まあね、一時的に稼げたとしても絶対に長期的には稼げていきませんので、まあ、必ずですね、そういったトラブルに向き合うっていうことが非常に大切になってきます。で、じゃどうやってね、トラブルに、ね、向き合っていけばいいのかっていうところなんですけれども、トラブルが起こってくるっていうことは、まあ、まずね、成長の証なんですね。やっぱりこうステージが上がっていくからこそ、まあ、いろんなね、問題が降りかかってくる。さらにはですね、やっぱりその神様はその乗り越えられないね、試練っていうのは絶対に与えてこないので、絶対に乗り越えられるんですね。で、そういうふうにまず覚えておいていただきたいんですけれども、トラブルがですね、降りかかってきた時の合言葉ね、こういった言葉をね、言ってほしいんですね。トラブルが来ました、そしたらですね、面白くなってきたって言ってください、ね、トラブル何か来ました、来た、面白くなってきたぞっていうふうにですね、まあ、そのトラブルに対して そのね、それを面白くなってきたっていうね、それはなぜ面白くなってきたかっていうと、そのトラブルを乗り越えることによってあなたがね、成長していって、さらなるステージアップをね、していくからなんですね、うん、なので今日はね、いろんなトラブルっていうのは絶対に起こってきますね、ありますよ。例えば何かね、ビジネスをやったら、周りに反対されたとかね、例えば旦那さんのね、強烈な反対にあったとかね、うん、例えばスタッフがいなくなっちゃったとかね、ありますけれども、でもそういうトラブルが来た時に面白くなってきた、次のチャンスだね、っていうふうにですね、声を、合言葉をね、することによって、あなたが、ね、どんどんどんしっかりとトラブルに向き合って、それを解決し、さらにあなたの次のステージにね、いけますので、ぜひこの合言葉をね、面白くなってきたっていう合言葉をね、忘れずにやっていただければなというふうに思います。今日は以上になります。ありがとうございました。